それではですね、カラス90年から91年、ジープツアーのビデオの、最後の方に入っているカラスのインストルメンタルの弾き方を解説していきます。弾き方というか、順番にコピーしながらいきます。弾くのは初めてです。メロディーがなかなか覚えられないんで、まあ弾き方の解説だけというかしていきます。6弦0、5弦2、4弦2から4へスライド、あ、ちゃうわ、4弦の4から6へスライド、それで4弦6で、また4弦6から4へスライドして、4弦2で5弦の2、多分こんな感じじゃない、4の2、4、4から6へスライド、これで戻す、で、4の2から4へハンマリング、これで4の2で、5の2から4へハンマリングを2回かな。これね、4の2、4の4、4、6へスライド、3の4、4の6から4へスライド、4の2、5の4、5の2、これで、4の2、4の4、4の4から6へスライド2回。ん？こんなやったっけ？もう一回。ここまでいったね。最後のこれが4の3の4、3の5、4の6、5、4、6、0、5の2、これで4の4で、4の4から6へスライドで、6から4へスライド、4の2、5の2、5の2から4へハンマリングで、4の2から4、4の4から6へスライドで戻す、でこれを4を何回かして、
で、4の4、2。で、5の4を2回かな。スライド6弦、3の4、これで、4の7から6へスライド、じゃあ逆やね、6から7へスライド、6から7へスライドして7を1回、これで6で、4から2、分かりにくい、で、って言ったら、4の4から2へスライドで、2から4、4から6へスライド2回かな。この次難しそう。3の4から5へハンマリング、それで次に中指が53の5、人差し指で1弦2弦の4、これをっていう感じ、この1弦の4をターゲットにちょっとミュート気味でで弾いて、これで2弦の7、こういう2弦7、5、4で、まあ2弦の4から5へ2回ハンマリングに、これで、もう1回4、これで3弦の6で終わり。感じいうか、こういう感じで弾いとんね。次、1の4、これで7を2回で、2弦の7から9へ2回スライド、これも1の4へターゲットにしてこんな感じ、1の7から9へハンマリング、1の7は1回弾いてもう1回目で次でハンマリングね、これで2弦の7、9ハンマリングで、9から7へスライドで5、
3弦の6、2弦の5、7で7から9スライド。3弦の6、5弦の2弦の5、1弦7、2弦の7、これで、3弦6へスライドやね。2弦の5、2弦7、7から9へスライド、1弦7。1弦7から9へスライド。で、1弦7、2回。2弦9から7へスライド。2弦5。それで、2弦の5から7へスライドしてすぐ戻す。ポジションでもいいですけど、まあたまにはこちらで、こっちだとこの3つが使えるね。まず4弦の9、それで2弦の10、9、9か、2弦の19、それで10から12へスライド。スライドじゃない、ごめん12やね。2弦の19、10、12、ほいで3弦の11から13へスライドかな。これで3弦の9、4弦の9から11ハンマリングして、3弦の9を2回。なんか さっきの同じような感じだね。さっきと同じようなフレーズをちょっと違う感じで弾く。まあこれはニュアンスで自分で変えていったらいいんちゃう。まあ何でもいいんちゃうかな。4の11、3の9、3の9から11へスライド、2回。これで4の11、3の9、3の11。で、11から13へスライドして、2弦の12。次、それの次が、3の11を半音チョーキングぐらいして、これで下ろしたとこでもう1回で、3の9を2回、4の11、3の9、3の11で、11から13スライド、これで3の9。Thank you.
3の10に9、4の10に9、5の10に、これです、5の10から11へハンマリングを2回、それで4の9、4の11、3の11を2回、あ、3の9を2回、この次が3の9から、7へハンマ、プリングエレンで、4の9、3の7、9で、2弦の9から9、10、11、12、5回やったね。ちょっと待って、分かった。ごめん。この次は、2弦の8からやね。8、9、10、11、12で5回やんやね。4の11、3の9、3の11から13へ2回スライド、ほいで3の11、こっちに戻しますか、フレーズ、ポジションを、3の6、5の2の5、2の7、7から9へスライド、1弦7、もう一回聞きます。ここまでいったら、2弦の9をクォーターチョーク、半音チョーク、クォーターか半音やね。でトップで弾いて下ろして弾く。下ろして弾かんでもいいか。これで、2の7、5、7、9へスライドして9をもう一回、
んな感じよね。よく聞き取りにくいんで、1727、7から9へハンマリングで、もう一回ハンマリングかな。こんな感じでいけると思う。まず1弦12をこうトリル何回か、それで12から9へハンプリング、それで2弦の12-9、それで8から9へ2回ハンマリングで、多分こういっとるかいっとるか、この方が行きやすいかなと思って、3弦の11-9、4弦の11-9、これで、5弦の9-11へハンマリング、これで4弦9-11、3弦9、あ、もう忘れた。次がって入れたけど、多分こういっとんね。もう一回いきます。ここまでいったら次が3弦の9、4弦、3弦6、4弦9、4弦6、ここの1オクターブ低い感じやね。それで、さっきやった5の9から11へハンマリングして、4の9、11、3の9、までいったら次が 4の9から11へハンマリングして戻す。で、5の11から9へスライド。これで7。9から11へスライドして戻す。
4-9-11へハンマリングして戻す。で、3-9-4-11 3-11 3-9、こういくか、ちょっとチョーキングしてからスライドとか、まあとにかく、3-11から、13へスライド2回でもいいね。あるいはチョーキングして2回目スライドとか。次が2弦の12を2回で、10から9へプリング、3弦の9、で4弦の9、3弦の9から11へスライド戻して、こうかな、3-11から13、2回弾いて、2回目で14やハンマリングで、3-11-13を2回ぐらいハンマリングかな。1-7から2回目1回、2回目で9へハマリング、これで7-9-12へスライド、これで11、次が2弦の12から9、7へスライド、これで7を引く、
で、3弦の8、9、11、これで9、11、13。ここまで行って2の12、1の12、14から16へスライドかな。1の14を3回で、2の12、14、17、14から17へスライドやね。これで、これでもいいか。17へスライドして、17、16、12。12へ行ってもいいし、3弦の16へ行ってもいい。1弦の5、4、5へスライドして1回鳴らして4、これで2の5、3の6、2の5から7へハマリング2回で、こうかな。3弦2弦の9を何回か、これダブルなんて言えた、ダブルストップやね。ダブルストップで何回か行く。4回。これで3の9、11、2の9、次が2の9、3の11、3の9、4の9から11、3の9、多分、3の13から11へスライド、3の9、11で、もう一回13へスライド。
長いね。これが3の9、11で13スライド、11、9、9はなしやね。11で4の9、4の9、11、3の9、これで3弦4弦の11から13へスライド。スライドして3の11チョーキング、下ろして9、もう一回9、9を2回ね。4の11、9、こんな感じ。これが1弦と3弦の1弦の7と3弦の4、これを真ん中の2弦は鳴らさんようにミュートしておく。でこれが次、これ1弦9と2弦が6で、最後が1弦12、2弦が3弦が9。さっきのを2回目こうやね。1回目は2回目。2弦5、7。2弦5、7。7から9へスライド。1弦5、1弦7。最後が2弦3弦の11ダブルストップでチョーキング下ろして、2弦3弦の9、4弦11、2弦3弦9、2弦3弦11、もう一回11弾いて2弦3弦9で終わり。これいろいろ別に2弦3弦の11じゃなくて、2弦が10、12で3弦11でもいい。まあこっちの方が弾きやすいね、11の方が。これで終わりです。